とうございます。お帰りください。ご来場の皆様、本日は何かとご予定もおありだったかと思いますけれども、ご参加を賜り誠にありがとうございます。まず最初に壇上の第1列目にご着席の方々をご紹介させていただきたいと思います。お名前を読み上げられた方は挙手をするか起立をするかして皆様に対応をお願いしたいと思います。まず最初に真ん中の方でございます、沖縄県知事選挙予定者候補者、小長崎市那覇市長です。その右側が礼夫人の美紀子様でございます。小長市長の左側、この11日の選考委員会で擁立が決定され、小長市政の継承発展を目指し、知事選挙との同日選挙に小長武と配布して臨む白間美紀子さんです。よろしくお願いします。その左側、平和誇りある豊かさを冷やみかちうまんちの会、略称冷やみかちうまんちの会会長宮城徳実様です。皆様の方から右側の方に参ります。美紀子様の右側ですね、小長武講演会の高良幸雄会長です。その右側、社会民主党沖縄県連顧問、照屋監督衆議院議員です。その右側、日本共産党沖縄県委員会委員長、赤嶺政権衆議院議員です。その右側、社会党委員長、板橋恵子参議院議員です。その右側、生活の党沖縄県第3区総支部長、玉城デビュー衆議院議員です。その右側、沖縄県統一連中村守代表幹事です。その右側、那覇市議会新聞会会長、金城徹さん。参りまして、宮城徳実会長の左側でございますね、冷やみかち万中会小屋森政選対本部長です。その左側、同じく冷やみかち万中会平長慶選対本部長です。その左側、今知事選挙の私有を決する関ヶ原の辺野古所在地の市長として不退転の決議を踏ん張っておられます、南根市長です。その左側、社会民主党沖縄県連合委員長、新里米口県議会議員です。その左側、県議会県民ネット会派長、奥平和夫県議会議員です。以上でございます。さて、皆様、小長武市那覇市長はこれまで多くの団体、組織、有志の方々から今知事選挙への出馬要請を受けてまいりました。それぞれの要請書にはそれぞれの思いが述べられておりますが、共通しているのは、今私どもうちなんちゅが心を一つにしてことに当たる時が来たのではないですかとの思いが挨拶されます。今回の新選挙は文字通り沖縄の歴史の節目を画する大事な選挙になるだろうと言われております。これから小長武氏の出馬表明と記者会見を取り行わせていただきます。その前に小長武氏の簡単な略歴をご紹介させていただきます。小長氏は昭和25年、寅年生まれの現在63歳です。
那覇市議会議員2期、沖縄県議会議員2期の歴任の後、現在那覇市長4期目に在任中で、沖縄県市長会会長もお務めでございます。では、小良武史市長よろしくお願いいたします。マイクの関係で座って、報告をさせていただきます。廃材、愚数用中宮のビラ、那覇市長の小良武史に出たされることをお願いします。私は9月10日の那覇市議会代表質問への答弁におきまして、来る11月16日投開票予定の沖縄県知事選挙への出馬を表明をいたしました。本日改めて県民の皆様へ私の沖縄県知事選挙への出馬を報告をさせていただきたいと思っております。沖縄は今大きな分岐点に立っております。戦後27年間の米軍占領下時代、復帰後の長い間、経済的には基地依存体質を強いられ、政治的には自ら持ってきたわけでもない米軍基地を挟んで、平和だ経済だと県民同士がいがみ合い、悲しい白黒闘争を繰り広げてまいりました。しかしながら近年、沖縄の経済的可能性、潜在力はアジア、世界から高く評価をされております。沖縄の豊かな自然、琉球王朝時代から育まれてきた歴史、文化や伝統、万国津梁の精神というソフトパワー、そこに秘められている沖縄のポテンシャルを認めた外国資本、国内資本が参入意欲を示しており、もはや沖縄は日本の辺境ではなく、アジアの中心が沖縄に近づいております。基地沿岸地に内外の資本が上陸し、一等地に変わること、観光産業、情報通信産業の成長も発展の可能性が著しく大であります。特に発展著しい東アジアの中心に位置する他の地の利を生かした物流ビジネスにも光明が見えてまいりました。そうした中、我が沖縄県は社会発展の基礎といわれる人口が自然増、社会増の傾向にあり、日本の中でも活気のある県として大きく飛躍できる可能性があります。この沖縄こそ日本という国の中のパワースポットだと思っております。離島県である沖縄に必要とされるキーワードは、市町村を中心とした地域力である。この地域力なくして沖縄と日本の未来はありえません。そう考えたとき、県と市町村が意見や議論を重ね、初めて県民自身がオール沖縄で作った沖縄らしい優しい社会の構築という理念が盛り込まれた沖縄21世紀ビジョンというものが大変大きな意味を持っています。市町村が沖縄21世紀ビジョンに向かって邁進をし、沖縄県が県民に寄り添ってリーダーシップを発揮する、その体制を構築していくことが沖縄21世紀ビジョンの目的達成には不可欠だと痛感をいたしております。米軍基地による経済効果や国が指標を作った沖縄振興策が沖縄の発展に不可欠だとも言われた時代がありました。しかし私たちの目に映る那覇新都心や小禄金城地区、北谷町、宮間地区などの発展の中に沖縄の進むべき道が示されております。今や米軍基地は沖縄経済発展の阻害要因であります。したがって今政府によって強行されている辺野古新基地建設には断固反対を申します。観光立県として誘致していこうというする沖縄の一番の財産は、チムクルを持つ人である
悠久の歴史の中で培われてきた伝統と文化であります。そして亜熱帯気候の下で育まれた豊かな自然環境であります。この豊かな自然環境は今を生きる私たちだけのものではありません。これから生まれてくるうちの人たちの宝物でもあります。決してこの豊かな自然環境を壊してはなりません。沖縄の歴史を振り返ってみますと、重建とブルドーザーで強制接種された土地を一括で買い上げるというプライス勧告を受けた際、あの貧しい状況の中、当時の政治家や県民は一括払い反対、適正補償、損害賠償、新規接種反対、いわゆる土地を守る4原則を掲げ、互いの違いを乗り越えて心を一つにして阻止をいたしました。それが今日の沖縄の政治の選択の礎となっております。そして今その精神アイデンティティは建白書に込められ、そのあの東京行動で再びオール沖縄としてまとまることができました。私たちには責任世代としてイデオロギーよりもアイデンティティに基づくオール沖縄として次の時代を担う子や孫の世代に禍根を残すことのない責任ある行動こそが今強く求められております。沖縄が厳しい岐路に立つ今、沖縄の未来を開くために私に期待する声、私の力が必要だという声に応えて揺るぎない思いを抱き、来たる沖縄県知事選挙に臨みたいと固く決意をしております。平成26年9月13日、小永田です。ありがとうございます。見えてる。頑張ります。力強く小永武南市長よりもより出馬表明のメッセージが発せられました。すごいようですけれども、今一度大きな